皆さん、こんにちは。今回は千葉県の廃線5選ということで、千葉県内にある廃止された路線を5つ取り上げてみていくぞ。そして現在の地図も同時に見て今はどうなっているのか、また同時に存在していた頃の古地図も使って、路線があった頃の状態も確かめていく予定だ。5選ということは選んだ基準はあるの？いや、特にはないな。今回は古地図で見えやすい廃線や地図内に収まる長さの廃線、面白そうな廃線を選んでみた。もちろん千葉県には今回紹介する5つの廃線以外にも多くの廃線がある。なのでもし他にも面白そうな配線があれば、コメント欄で教えてね。もしかしたら次回以降の参考にさせていただくかもしれないからな。ちなみに神奈川の配線についてはこの動画で紹介している。そして東京の配線についてはこの動画で話しているのでぜひチェックしてみてくれよな。一体どのような配線があるんだろう？では、早速始めていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。鉄道連帯演習線。まず最初に見ていくのは鉄道連帯演習線だ。この路線はこの辺りの千葉県北西部を広範囲に通っていたんだ。鉄道連帯演習線ということは陸軍と関係がある廃線だね。そうだね。ということで近づくぞ。現在の地図ではここに松戸駅があって、ここに津田沼駅がある。そして、こちらに千葉駅がある。これらをつなぐ路線が存在していたんだ。その路線を重ねるとこうなっている。かなり長くなんだかくねくねした経路だね。そうなんだ。一体どのような路線だったんだろう？この路線を敷いたのは明治の終わり頃より東京、牛込に設立された鉄道連隊だった。この鉄道連隊は陸軍の鉄道を敷設、利用、撤去する部隊だったんだ。鉄道は軍用物資の運搬に向いているからな。そしてこの鉄道連隊は活動や実績が認められ、拠点を東京からこの千葉県へ移し、さらに拡大していったんだ。当初この部隊は鉄道連隊本部、第一三大隊で構成されていた。この演習線は1911年に千葉から習志野の津田沼線、そして千葉と陸軍砲兵学校が設置された、四つ街道を結ぶ下志津線が建設されたんだ。その後、下志津線は大演習線として、八幡経由で三里塚まで延伸されたが、すぐに撤去されたようなんだ。そして、昭和初期に鉄道連隊の編成が整備され、千葉市に第一鉄道連隊、津田沼に第二鉄道連隊が置かれると、第二鉄道連隊の津田沼より工兵学校があった、松戸を結ぶ松戸線が建設されたとされる。また、これらの演習線は、明治の昔から何度も敷設と撤去を繰り返し、ほぼ安定したのは1933年頃だとされているんだ。演習の意図があり、路線鉄道や運転を行い、技術力の維持のための路線でもあったんだ。そのため今のような交通のための路線とは、性格が異なる路線だったんだな。そのような意図を持った路線があったんだ。そうなんだ。そしてこの演習線は終戦を迎えると、鉄道連隊と共に廃止されたんだぜ。ところで、どうしてこんなにカーブが多い路線だったんだろう？いい質問だね。この辺りは下総台地で平坦な地形のため、地形的にここまでカーブさせる必要はなかった。では、なぜこのように蛇行する路線を作ったのか？その理由にはいくつか説があるんだ。まず一つ目は演習目的で建設のため、あえてカーブを多く作ったという説だ。わざとカーブを作って、建設や運転の練習に使用したということだ。確かに蛇行が多い方が演習に向いているよね。他には陸軍の内規で1連隊につき、45キロの運行区間が必要だったという説もある。千葉から松戸間の演習線の長さは45キロで、もっと短くできるが、あえて45キロにしていることからこの説が生まれたらしいんだ。他にも敵機の空襲を避けるためという説などもあるぞ。いろんな説があるのね。では次に古地図でこの配線を見ていこう。ということで地図を変えるぞ。左は1932年頃の地図となっている。では、この千葉駅付近に近づいてみよう。ここに当時の千葉駅がある。ちなみに現在の千葉駅は移動し、ここより西のこの辺りにあるぞ。そしてここを総武本線が通っているんだ。一方で、演習線はここを通る路線だった。うっすらとここから北西に伸びる路線が見えるだろう。これが演習線なんだ。ちなみに地図上には軍用鉄道と書かれているぞ。その路線沿いのここや、ここに軍の施設が確認できるわね。では、この辺りに近づいてみよう。こうなっているのね。こちらには鉄道と書かれていて、鉄道連隊の兵営があった場所と思われる。また、ここには作業場と書かれている。この辺りで演習を行っていたようなんだ。一方でこちらには鉄道1倉庫や、兵器支廠と書かれている。このように千葉駅北部に軍事施設があって、この辺りに第一鉄道連隊があったんだ。一方で現在の地図を見ると兵営があった場所は、椿森という地名となっているのが確認できる。そして、作業場あたりは千葉公園となっているんだ。では、Google マップでこの場所を見てみよう。ここに現在の千葉駅があって、この辺りを演習線が通っていたと思われる。そして、この周辺が連隊の兵営があった場所、こちらに作業場があったんだ。
そして、史跡などとしてはここに鉄道太駐屯の跡の石碑が置かれていて、千葉公園内にもいくつかその名残があるんだ。その中には、ここに鉄道第一連隊、トンネル工事ドーム跡演習用トンネルがあるんだ。このコンクリート製ドームは、トンネル工事演習用に使用されたものとなっている。一方で他にもいわゆる巻き上げ機作業台だった、コンクリート階が残っている。他にも作業場内にあった、架橋演習用のコンクリート製橋梁が残っているんだ。また、公園内のここに荒木山という丘がある。この丘は鉄道連隊ラッパ士訓練が行われたラッパ山だったんだ。鉄道連隊第一連隊所属の、荒木勝成隊が満州にて1932年に殉職すると、荒木隊を悼む同連隊の兵たちによって銅像が建立され、昭和8年に荒木山として整備されたんだ。このように演習線の名残を感じられる場所が存在しているぞ。一方で演習線が通っていたこの辺りには、現在千葉都市モノレール2号が通っているぞ。では、全体の地図に戻ろう。先ほどはこの千葉駅付近を見てみた。では、次に第二鉄道連隊の兵営があった、津田沼付近を見てみよう。方向なっているのね。ここに津田沼駅があって、演習線はこのように通っていたんだ。そして、津田沼駅付近に兵営などが確認できる。では、この辺りに近づいてみよう。ここに鉄道に倉庫があって、南には鉄道にと書かれている。そして、こちらには作業場とあるんだ。このようにこの辺りに第二鉄道連隊が駐屯していたんだ。ちなみに現在の地図では、ここに津田沼公園や千葉工業大学があるんだ。また空撮写真で見るとこうなっている。では、演習線全体の地図に戻ろう。先ほどはこの津田沼あたりを見てきた。では、最後にここの松戸駅あたりを見てみよう。ということで、近づいて古地図で見てみるぞ。松戸駅がここにあるぞ。そして、演習線はこの公平港あたりからこのように伸びていたんだ。また地図上ではこの路線は南に分岐して伸びている。一方で、路線の終着点付近のここには公平港があったんだ。そして現在では聖徳大学や、松戸中央公園などが存在しているんだ。ちなみに空撮写真で見るとこうなっている。では、演習線全体の地図に戻ろう。このように千葉県には陸軍と関係がある路線が通っていたんだ。また、松戸線の一部は現在の新京成電鉄の路線となっているぞ。以上が演習線についてだ。ということで次の配線を見ていこう。京成八津支線。次に見ていくのは京成八津支線だ。では、千葉県全体の地図に戻ろう。先ほどはこの辺りを見てきた。そして次はこの辺りにあった京成八津支線を見ていこう。この路線はこの辺りにあった、八津遊園へのアクセスのため存在した路線なんだ。では、この辺りに近づくぞ。ここを京成本線が通っていて、ここに船橋競馬場駅がある。そして、ここからこの八津原園の辺りまで伸びていた路線なんだ。ちなみにこの八津原園の付近にはかつて、八津遊園があった。そこまで伸びていた路線なんだ。では、古地図で見てみよう。左の地図は1940年代昭和20年代の地図となっている。真ん中のこの線を境に、左が1947年発行の地図で右が1954年の地図なんだ。ここで分かれているのね。そうなんだ。そして、ここに八津遊園が存在していて、地図では路線が書かれていないが、京成八津線の路線を重ねるとこうなっているんだ。ここの花輪駅から八津遊園まで伸びていた路線だ。ちなみに花輪駅は現在、船橋競馬場駅となっているぞ。この京成八津支線は1927年昭和2年に複線で敷設され、同時に八津遊園地駅が開設されたんだ。遊園地のための路線だったんだね。そうなんだ。ちなみに、この八津遊園は京成電鉄が直営運営していた大きな遊園地で、1925年大正14年に開設し、1982年に閉園となったんだ。現在の地図では、施設内のバラ園が八津バラ園として残っているぞ。そして、この路線は1927年に敷設されたのだが、ここにあった八津海岸駅現八津駅から、八津遊園への直通道路が整備されたため、1931年に営業休止、1934年に廃止となったんだ。その営業期間はわずか5年ほどだったんだ。そのためほとんど廃線跡は残っていないようなんだ。また、短い期間だったので今回は描かれている古地図を見つけることはできなかった。そして、この地図は廃止されてから10年後以上後の地図だが、ここに八津遊園駅がある。この駅は元来あった八津支線の八津遊園地駅が廃止となった後、八津遊園駅と改称され、最寄り駅として利用されたんだ。そのような変化も古地図でわかるんだね。そうなんだ。以上がこの京成八津支線についてだ。では、次の配線を見ていこう。次は清掃電気鉄道を見ていくぞ。清掃電気軌道。では、千葉県全体の地図に戻ろう。
先ほどはこの辺りを見てきた。そして次に見るのはここの成田付近を通っていた、清掃電気軌道だ。この鉄道は成田山まで伸びていた路面電車となっている。ではこの辺りに近づいてみよう。ここに成田山がある。そして西の成田駅駅付近を通り、さらに西の相互霊道まで通っていた軌道なんだ。1910年明治43年に開通し、その後、約34年後の1944年に廃止となったんだ。では、1947年発行の地図を見てみよう。ここに成田山が存在している。そして、こちらには相互霊道があるんだ。その間を清掃電気鉄道がこのように通っていたんだ。この成田駅から成田山へは約1キロの上り坂となっている。この区間に需要があると思い、路面電車が計画されたんだ。しかし、当初計画された山道への敷設は沿線からの反対があったため、成田駅までの鉄道用の別ルートを1910年に開通したんだ。そしてその後、この清掃電気軌道は成田駅より西側にも路線を拡大し、相互霊道まで延伸し、成田山と相互霊道が鉄道で結ばれるようになったとされる。ちなみに、相互霊道は桓武天皇の時代に征夷大将軍、坂の上の田村麻呂が暴走を平定した時に、戦没者供養のために建立したと言われているぞ。成田山と同じく古く参拝客も多いお寺なんだ。二つの古刹を結ぶ軌道だったのね。そうなんだ。ちなみに開業時は全線複線で、車両数は15両だったんだ。しかし、この路面電車は1944年昭和19年に、軍事輸送上、重要度の低い路線である不要不急線として廃線となったんだ。そして、現在ではここの清掃電気第1トンネルと、清掃電気第2トンネルが遺跡として残っているぞ。この軌道は山道敷設の反対を受けたため、別ルートを計画。そのためトンネルを建設し、迂回したんだ。その一部は現在も電車道として整備され、トンネルも残っているんだ。それがこれらのトンネルとなっている。ぜひ行ってみたいわね。ちなみに、この成総電気軌道は現在高速バスや、路面バスなどを運行している千葉交通の前身となっているんだ。以上が清掃電気軌道についてだ。では次の配線を見ていこう。成田鉄道タコ線。ということで、全体の地図に戻るぞ。先ほどは成田山周辺のこの辺りを見てきた。そして、次はその成田から伸び、この辺りにあった成田鉄道タコ線を取り上げよう。ということで、近づくぞ。ここに成田駅がある。そして、先ほど取り上げた清掃電気軌道は西へ向かっていた。一方で、成田鉄道タコ線はこの成田駅から東に向かう路線だったんだ。では、この地図に重ねてみよう。ちなみに今回は路線が書かれている古地図が見つからなかったので、この Google マップで見ていくぞ。この路線はここの成田駅を起点にして、ここの三里塚やタコを通って、八日市場まで伸びていた路線なんだ。かなり長いけど、一体この路線はどのようなものだったんだろう？この路線は最初、千葉県営鉄道として誕生したんだ。だが、建設したのは大日本帝国陸軍の鉄道連隊であった。帝国陸軍が関係しているのか。先ほど見た鉄道連隊演習船と一緒だね。ということはかなり古いわけね。そうだね。鉄道連隊は占領した地域などで、素早く線路を敷設するために設けられた部隊だったんだ。鉄道は輸送の面で有利だからな。そしてこの連隊の第一、第二連隊が千葉県内に連隊本部を設け、主に千葉県内で路線を敷く演習を行ったんだ。その演習で敷かれたのがこの路線の始まりということか？ご名答。このタコ線は連隊により作られ、設備や車両などは当初連隊から県が借用し、後に千葉県に払い下げられたんだ。鉄道会社としては路線を作ってもらえるありがたい部隊だったのだろう。そして、まずここの成田駅から、ここの三里塚駅までの線路が鉄道連隊の演習によって敷かれたんだ。しかし、初期にできたこの路線は期間幅が狭かったんだ。占領した土地での線路敷設はあくまで一時的なもので、利用しやすさなどは二の次だったと思われるんだ。そしてその後、タコ線は1911年に千葉県営鉄道の路線として開業したんだ。その後、1926年にタコ駅から、八日市場駅間も開業した。しかしその後経営が立ち行かなくなり、そのためもあってか、1927年に成田電気鉄道に譲渡されたんだ。そして、それから16年後の戦時下に軍事輸送上、重要度の低い路線として不要不急線に指定され、1944年に運転を休止、戦後の1946年に廃止となったんだ。そして現在、廃線跡の多くは道路となっていて、路線バスなどが通っているらしい。また、ここの成田山新勝寺の裏手の道沿いに、タコ線の鉄橋を支えた橋台の遺構があるんだ。これが路線唯一の遺構となっているようなんだ。ちなみにこのタコ線から分岐していた廃線もあるんだ。それがここを通っていた成田鉄道や巷線だ。この路線は先ほど紹介した、千葉県営鉄道の支線として1914年に開業したんだ。その後1927年にはタコ線同様成田鉄道へ譲渡されたが、1940年に八幡線の走行用地に陸軍の飛行場が建設されることとなったため、廃線となったんだ。
こちらも戦争が関係して廃止となったのね。ということで、この辺りの廃線については以上だ。では次の廃線を見ていこう。九十九里軌道。最後に取り上げるのは九十九里軌道だ。では、全体の地図に戻ろう。先ほどはこの辺りを見てきた。そして、次に見るのがこの辺りにあった九十九里軌道だ。この九十九里軌道は、その名前の通り九十九里にあった路線なんだぜ。千葉県の東側のここに九十九里平野がある。そしてこの地形の中のこの付近に路線があったんだ。この九十九里軌道は1926年大正15年から、1961昭和36年までの間存在した鉄道だった。では近づいてみよう。東に太平洋があって現在、西のここを JR の東金線が通っている。そして九十九里軌道はここの東金駅から、この海付近まで伸びていたんだ。九十九里平野を東西に横切る路線があったんだ。そうなんだ。では、1946年頃の古地図で見てみよう。左は1946年頃昭和21年の地図だ。ここを東金線が通っていて、ここに東金駅がある。そして、九十九里軌道はこの東金駅からこのように伸びていて、東金駅から九十九里町の上総片貝駅までを結んでいたとされる。この路線は現在、東金市を拠点とするバス事業者である、九十九里鉄道株式会社が保有していた路線だったんだ。ちなみにこの会社は鉄道が廃止になった後も、社名に鉄道を残し、バス事業を行っているんだ。名前に鉄道があった痕跡が残っているんだね。そうなんだ。そして終点の片貝は漁港町で、海水浴場に向かう人で賑わったそうなんだ。しかし車社会となり鉄道は1961年に廃止となったんだ。では、この終着駅付近に近づいてみよう。ここに駅があって、上総片貝と書かれているのが確認できる。この駅を中心に商店が軒を連ね、現在の商店街が展開されているんだ。地図で見ても、この辺りが周辺より栄えているのが確認できる。また、この付近に片貝漁港が存在して、漁港が近いことがわかるぞ。今の地図ではここに片貝漁港があるんだ。一方こちらには現在、片貝海水浴場があるぞ。漁港や海水浴場のためにも敷かれた鉄道なんだね。そうだね。では、鉄道全体の地図に戻ろう。また、この辺りは平野で地形的障害が少ないため、比較的まっすぐ敷くことができたのだろう。そして、この道に沿って敷かれたと思われる。では、次に古地図で、この始発の東金駅付近に近づいてみるぞ。ここに東金駅があって、ここに堀上駅、ここに加徳駅と書かれているのが確認できる。一方で、ここに九十九里軌道と書かれているのがわかるんだ。確かにな。では、全体の地図に戻ろう。しかしこの鉄道は1961年に廃止されたんだ。現在は廃線は残っていないが、遊歩道軌道道として名残が若干残っているらしいんだ。路線距離が約8キロなので、歩いてみるのもおすすめだ。それはぜひ歩いてみたいわね。また現在は九十九里平野を横断できる鉄道はないが、もしこの軌道が残っていたら、平野を鉄道で横断できたかもしれないんだ。車窓から平野を望む景色も見たかったわ。そうだね。では、九十九里軌道については以上としよう。ということで千葉県全体の地図に戻ろう。先ほどはこの辺りの九十九里軌道を確認した。そして、今回はこのように鉄道連帯演習線、成田タコ線、成層電気軌道、京成八ツ市線、九十九里軌道を見てきた。いかがだったかな？千葉には軍と関係する廃線が多くあるのね。他の地域と違う特徴があって面白かったわ。それは良かった。ちなみに、今回は千葉県の廃線を見てきたが、他にも東京の廃線や神奈川の廃線などをこれらの動画で紹介しているぞ。ぜひこれらの動画もチェックしてみてくれよな。各都県の廃線を比較してみるのも面白そうね。また千葉には今回紹介したもの以外にも廃線が存在している。面白い廃線やこんな廃線があるよって方はぜひコメント欄にどしどし書いていってくれよな。では今回は終わりとしよう。また当チャンネルでは次回以降も地図を使ってとある場所を紹介しようと思っているぞ。ぜひ高評価やチャンネル登録してチェックしていってね。では終わりとしよう。それじゃあまたねー。またねー。